パオロ・バリルッラは、イタリア生まれの元 F1 ドライバー、実業家。2008年現在、バリーラホールディングの副社長をはじめ、イタリアの食品会社、バリーラグループ各社の役員を務めている。1975年にレーシングカートで、レースデビューし、1976年には、イタリアの 100cc カートチャンピオンになる。1980年に、 フォーミュラフィアットアバルトにステップアップし、1981年には、イタリアフォーミュラ3選手権にステップアップし、年間3位となる。1982年には、その後、F1 で走ることになるミナルディからフォーミュラ2に、ステップアップし、1983年から1988年までは、耐久レースにも参戦し、1985年の、 ルマン24時間レースで優勝した。1987年から1989年には、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権に参戦した。1989年には、中島企画から全日本 F3000 選手権に参戦し、ランキング11位を獲得するなど、日本のレース界との関わりも少なくない。1989年は、 ブリジストンと無限 F1 エンジンのテストドライバーもこなした。1989年の日本 GP においてミナルディから F1 デビュー。翌1990年もミナルディから F1 に参戦するが14戦をエントリーして予選通過が8戦と成績はあまり振るわなかった。1990年のアメリカ GP では体調不良を理由にリタイアを喫している。 バリーラ社の運動師でありながら、直接的な支援を受けず、スポンサーはあくまでも自前で用意していた。そのため、黒一式のデザインのヘルメットにはあまり大きなステッカーがつかず、地味さにより一層の白車がかかっていた。現在は、バリーラの副社長業の傍らドライバー活動も散発的ながら継続しており、2004年にはバリガが、ルラディにメルセデスのトラックを買って出場している。 アニュアルレポート2008バリラホールディング SPA 2009年9月11日閲覧スポーツグラフィックナンバーの特集記事 F1 日本 GEP プレビューのインタビューでは鈴鹿にあるホテルのレストランで網焼きステーキを食べるのが楽しみすごく美味しいんだからと語っている http://miz.bridgiston.co.jp/history/html ファイルヒストリー -034htm ありがとうございます。